青根線列車転落事故は、1981年7月9日に、四川省陥落圏の青根線、d タ立大橋が土砂災害で崩落したことにより、橋梁手前のない包みトンネルを出た442次列車が川に転落した鉄道事故である。この事故により200人以上が死亡、行方不明となり、146人が負傷した。 中華人民共和国で起きた最大の鉄道事故である。1981年7月9日午前1時30分頃、大都下の支流、リシータチ溝で大規模な土砂崩れが発生した。これにより、合流点付近にある高さ17メートル、長さ110メートルのリシータチ大橋が崩落した。午前1時41分、吉枝花市西区の各里坪行から、 生徒駅へ向かう442列車は、2尾駅で、生徒駅から吉枝花駅へ向かう、快速列車の221列車と交換した後、駅から出発した。1分後に442次列車が次のカラス角、川駅に到着時間を伝えようとしたが、両駅の間の電話連絡が途絶えた。午前1時45分に442次列車は、 時速 40km の速度で、内包みトンネルに入ったが、トンネル内のカーブを通過したとき、運転士は、トンネル付近の構造物が崩れたことや、見える、はずのリシート地方橋のレールからの反射光が見えない、ことに気づき、非常ブレーキをかけた。しかし、鉄橋までの線路は14パーミルの下り勾配で、あったため、破断した橋梁の手前で停止することができなかった。これにより、 先頭のディーゼル機関車2両、13号車の荷物車、12号車の郵便車、11号車の旅客車が川に転落し、10号車と9号車の旅客車はトンネル外の崖から落とし大破した。8号車はトンネル内で脱線し、出口のところで転覆したようになった。乗務員4名を含む360人が死亡した。7月24日に仮橋が開通するまで路線は、 普通となった。1984年5月に新しいリシータッチトンネルが開通し、その後仮橋は撤去され、内包みトンネルは放棄された。ありがとうございます。